川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。北川先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日も、先生のご自宅とつないで収録させていただいてます。先生、この収録時点ではなかなか、外には出れずに、まあね、周りで体動かしてるっていう話はありましたけど、どんな感じですか、毎日、一日の流れって。結構、ルーティーンで決まってるんですか？そうですね、朝ヨガと、それから、前も言ったと思うんだけど、散歩っていう、ウォーキングですね。はい。それで、あそこ、神社の階段。神社ね。はい。で、ちょっと小走りするとか。だから、マスクすること自体を忘れてるから、スーパーとか行って、マスクをして入ってくださいって書いてあって、放送がかかったって言ってましたね。うん、なんか、しない、忘れることが多いですね。ぐらい、なんか、コロナではない空気の綺麗さを楽しんでますね。風景の楽しさとか、天気の良さ。今年はまたね、4月からなんか、小春日和っていう日が、たくさんあったんですよ、4月、5月。はい。だからなんか、今年は春が長かった。よくいい春でしたね。天気という意味で言われて。ああ、そうなんですね。春がとても桜が長くて、だから空が澄んだ日が多かったですね。なんか珍しいぐらいいい春でした。うん。これ流れてる頃ね、ちょうど8月の1週目だと思うんですけど、僕もね、以前、小国化してた時8月でしたけど、やっぱり東京とかよりは全然涼しいですよね。どうです？多分ね、10度ぐらい違うから。違いますよね。うん。夜なんて寒いくらいだし。でも、今朝も寒かったんです。朝も。あ、本当ですか。だから毛布2枚重ねます。うん、まあでもね、そのくらいなんか空気澄んでるっていう感じがして、ね、また機会があれば伺いたいななんて思ったんですけど。さあ、今日はですね、リスナーの方から質問をいただいています。障害を持つ子供の子育て、義務教育をドロップアウトしていいのかということで、見出しのようにいただいてますが、ちょっと詳細読みますね。はい。中学生の長男について相談させてください。息子はアスペルガー症候群です。発達障害の一つで、社会性、コミュニケーション、想像力、共感性、イメージすることが難しく、こだわりも強く、自閉症スペクトラム障害のうち、知能や言語の遅れがないものを言います。息子は学校嫌がり、今の自粛の生活を楽しそうに過ごしています。絵を描くことが大好きで、家ではいろんなアートを試みています。中学を卒業したら、無理に高校進学させるのではなく、好きな絵の世界に行ったらいいと思い、本人のやりたいことも尊重しようと、妻とも話していました。一方で、最近無理に義務教育はさせなくてもいいのではという思いも。もう学校の協調性を押し付けられる日本の教育があってないのは目に見えて感じるので、中学卒業してないけどもう彼の好きなことははっきり分かっているので、その道に進ませてもと悩んでいます。資金面は準備してきたので、あとは親の勇気が足りないのです。義務教育ドロップアウトでいいのか、先生のアドバイスを伺いたいですということです。人間という面を考えればですね、今回のコロナでもわかると思うんですけども、今回のコロナを感じての面白くて、はい、私は今、東京の早川さんと違って、人間界にいうよりも自然界に接する時間が多いんですよ。緑とか、青空とか、はい、谷とか、田んぼとか、カエルとか、蛇とか。で、季節とかを接種感じる。もう本当に、先週、ウォーキングして、今週ウォーキングすると、全然違う、先週は咲いてなかった野の花が、今週は咲いていて、そしてそれが潰れたらまた別な黄色や紫の花が、毎週、入れ替わり、立ち替わり、季節に合わせて、咲いてくるんですよ。はい、何がいいんだいかって言ったら、なんか、立ち止まってるのは人間だけなんですよね、慌てているのは。で、自然界は全然人間のその価値観とか、そんな思惑に関係なく、春を進まない、海流が鳴き、トンボが飛び、野の花は次々と次の花を咲かせて、散っていって、また実を持ってっていう、僕は全然滞ってないんですよ。今まさにこれ、
先生の後ろで聞こえるのはなんか虫のカエルの声かなんかですか？そうですね、これカエル。まさに。ってことですよね。この収録なんて関係ないわけですよね、うん、カエルからすると。いい意味で。時間っていうか、地球の整理というか、宇宙の動きっていうのは、私たち人間の戸惑いを、はるかに超えた、なんか、大きさで流れ、動いてるって言いますかね。なんか、それを感じるんですよ。で、我々はただ滞っていうのは、ただ経済だけですよ。人間、ね、経済というか、うん、人間習慣というか、うん。うん。だからそこを、だから人間だけがこう、慌てふためき、たじろいでるっていう感じはするんですね。うん、でも、これも、だから、今のこのお話もそうなんですけども、結局、うん、我々が悩むのは人間社会でどう生きていくかだけのことなんですよね。なんか私のようにちょっとドロップアウトして、なんか、地球と共に生きていくと、結構食べていけるっていうかね、うん、面白いんですね。で、うん、まあ私自身もこの方の文章を読んでて思います。私も中学、高校も本当学校が嫌だった。早坂君もそう言ってましたよね。はい、まあ私は絵が、描くことや、なんか、あの山登ってぼーっとすることが好きだったんですよね、うん、なんか。だから私も今の言葉で言えば70年前はこういう言葉なかったんですけども、アスペルガー症候群かもわかりませんね、うん、なんかコミュニケーションの取り方が今も下手ですもんね。でも逆に想像力とかイメージとかそっちの別な能力がすごく発達しましたね、うんうん、いや絵を描くことも大好きですね、うん。なんか先生おっしゃるように、僕もやっぱりいろんな、一例取れるアーティストの方とか会ってますけど、やっぱり皆さんある意味、まあご自身でそれこそ言うときもありますけど、やっぱりなんかそういう先生とがおっしゃった通り、自分はなんかそういう、ある意味アスペルガーだったかもしれないって、やっぱり言う方いますよね。ちょっとこれはね、科学的なことがないので、個人的な感覚っていうことはお伝えしておきたいですけど。私も下手ですもんね。本当になんか、自分勝手で、好きなことだけしていきたい。でも、結構我慢して、なんか、高校で勉強したり、なんか、大学に行っとかなくちゃ、当時は、食べれないとかいう、うん、そういう戦後の時代だったので、何か、技術的なものや、学歴を身につけてないと、うん、生きていけないということを散々言われたの、言われていたし、分かってたので、まあ、仕方なく、私は、こう、高校を卒業して、まあ、大学まで、父親が早く亡くなったので、はい、なんか、あれで行ったん、奨学金で自分で、奨学金で行ったんですね。うん、だから、うん、母親をやっぱり困らせながら行きましたね。だから母親に対する恩返しと母のためにっていうのはやっぱ根強くありますね。うん、まあ、それどうでもいいことなんですけど、いやいやいや、なんか無理に、本当に行かなくてもいいか、良かったのじゃないかな。うん、だから、大学卒業して、大学で学んだことよりも、その、まあ、あやかくもそうでしょうけれども、同じように言ってましたけど、出てからの苦労や、うん、出てからの知識や、出てからの対人関係の方が、随分この人生に、大いなる光とか、まあ、知恵と、それから、つながり、広がりをもたらしてくれてる、うん、の感じますね、うん。今ね、先生おっしゃってくださって、まさに伺いたかったんですけど、いわゆる、その社会性、協調性って何なのかなと思って、本当に大事な。つまり、まあ先生ね、おっしゃったように、まあもともとね、一流企業には勤めた時期ありましたけど、まあその後ドロップアウトして、ある意味、社会から、そういう意味では社会からもう離れてる感じありますけど、でもその一方で本当にね、本当に社会から完全に隔絶したわけじゃないじゃないですか。でし、当たり前ですけど、僕は今ちょっと不尊ですけど、先生とこう接させていただくと、本当とてもこの方、社会性ないななんて、もちろん思ったことないので、なんて言うんでしょう、その学校に行ったからいい、会社に入ったから、なんか社会性ってイメージありますけど、社会性、協調性ってひょっとしたら本質はそういうことじゃないのかなと、逆に言うとどこででも学べるんだろうっていうのはちょっと思ったんですよね。で僕は言いたいのは、まあ、この方が、ほら、もう、お金を準備してきた、父親の勇気は足りない。ここからもう、中学で卒業させて、どっかに、ね、好きなことをさせて方がいいんではないかな、と言われてますけど、まあ、私としては、今、早川くんが言ったように、ちょっともう少し3年ぐらいだから、集団生活と、集団生活の、なんか、良さと、大切さも、高校3年ぐらい学んでもいいのではないかなって思うんですよね。学んでほしいと思いますね。う
うんうん、今言ったのは、あれ、さっき言ったように、我々は自然と共に生きていくけれども、人間間から離れられではないんです。社会生活から。そういうことになると、なんか集団的な約束事っていうのを学ばないといけないと思うんですね。うん、こう人を傷つけないか、ルールを外さないで、社会的ルールを外すと、やっぱ大きなこう人生にダメージを受けるからですね。うん、だからそういう意味で、やっぱ、中学、その後の高校3年ぐらいの中で、集団生活や社会っていうもののあり方を学ぶという意味では、僕、まあ、あまり早めにドロップアウトしない方がいいのではないかなっていうのが、私の意見です。意見というかね。だから、学校の協調性を押し付けられるのもなんか意味があるような感じがしますね。共同生活の大切さをちょっとだけ学ぶっていうのも、うん、でそこであんまり苦しんで鬱になってしまうようでしたら、まあ途中で無理させてやめ、行かせることはないんですけれども、なんかあとは自由でいいと思うんですけど、うちの、私の息子の、方も、人の子も、なんか、絶対で、社会性、共同生活は下手なんですよね。あ、そうなんですか。全然そんな感じしないですよ。共同生活は下手だけれども、人とのつながりは上手なんですね。なんか、約束、どういう意味で約束を守るとか、友達の悪口を言わないとかね、敵を作らないとかね、から、人の笑顔で接するとか、そういうことですけどね、うん、社会性っていうのは、そういう意味での社会性ですね。うん、利益を得るとか、うまく儲けるとか、なんか、お金儲け、の、システムを身につけるとか。利益を得るとかね。それはできないんですけども、それ、人との、なんか、つながりを大切にするっていうのは、ちょっと身につけてますね。うん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 、なんか、やっぱ、彼も、ある意味、アスペルガーの、ような感じがしますね。人とのあれがとても下手ですね、うん。自分だけで過ごすのは、今もそう、陶器を作りながら自分だけで過ごすのが、大好きですね、うん。学校嫌がってました、うんうん。まあ私とよく似てるんじゃないかなと。そういう人間はこう芸術的な方向に、とか、はい、文化的な方向に行くのではないかな、うん。映画とか、ね、何でもいいと思うんですけど、映画界とか。絵とか芸術とか放送会でもいいんですけど、ね、はい、結構放送会はわからないけれども、うん、なんかそういうお芝居とか、そういうのもいいのではないかなと思います。うんうん、前の週ね、先週行った時に、ちょっと言い忘れたんだけど、はい、その時の苦悩とか不遇にはこう意味があるっていうかね、しんどさっていうのを味わった方が良いっていう挫折ですね。うん。うん、なんか、やっぱ、このしんどさとか挫折とかいうのは、こう、意味があって、自分の将来に輝くをもたらすために必要なことなんだっていう、私は最近そう思うようになったんですね。自分の将来に輝きをもたらすために、そこの挫折とうまくいかないことと、なんか、うん、何をやっても、こう、辛いっていう時期がとても輝く、うん。それは早川くんもそうだと思うんですね。うまくいかなかった時期は長いほど、なんか、後の人生でちょっと、人に、あそこはこんな方をすれば、なんか、ちゃんと穴が開くよみたいなことを教えられると思うんですよね。うん、おっしゃる通りだと思います。やっぱり、こう、なんて言うんでしょう、自由って言葉もありますけど、その制約の中に生きたことがないと自由って言えないし、ね。説明もできないし、このドロップアウトって言葉もそうですけど、ドロップアウトということは一回その枠の中に入ってるからドロップアウトするわけで、だそのタイミングはね、もちろん先生おっしゃったようにいろんな考え方あると思うんで一概に言えないですけど、やっぱり一度その逆を知らないとっていうのはありますよね。だから苦悩の中にいると逆に導きがあると思うんですよね。巧妙とか出会いとか、チャンスとかのが逆に転がり込んでくるわ。うん、向こうからね。でも、自分が順調だと自分で選んでいってしまうから、どちらがいいかっていうと、自分で選んでいくときはどうしても計算が入るんですね。自分にとって都合のいいっていうか。でも、うん、逆に苦悩と挫折のときは、導きのような、与えられた、なんか、チャンスをこう、生きていくから、そんなに欲を張らなくて、なんか、本当に真の輝きを得られるような感じがしますね。うん、まあ、そうすると今日のね、この質問くださった方の大枠としては、やっぱりそのタイプがあるから、
悪くはないと思うけど、やっぱりタイミングってとこですかね。まあ、タイミングっていう、何のタイミングですか？つまりその、先生もね、すいません、僕の認識が合ってるか確認させていただきたいんですけど、この質問してくださった方の息子さん、うん、どこかで、つまりその、なんでしょう、枠にはまらずにというか、いわゆる、外に出るのは、やっぱりその、まあ、もちろん、いいと思うんですけど、まあ、いつ出るかっていう、ね、義務教育でもう、そこでいいって言われてますけど、僕としては、なんか、もっと才能、面白い才能をするためには、高校まで出た方が、うん、高校3年間ぐらいは、出会いによって、なんか、その人が持ってる才能が開発できるようなチャンスの出会いがあるのに、あるような感じがしますね。苦悩の後に来る光明って言いますかね。苦しみの後に来る光って言いますかね。そういう3年間をちょっとやった方がいいのではないか。早くから解放するよりもね。やっぱり経験とか、それこそ石の上に3年っていう言葉って、昔あんまり好きじゃなかったんですけど、やっぱり大事かなと僕も個人的には思ってて、結構親しくさせていただいてる小説家の先生がいるんですけど、その彼がよく言ってるのが、彼もサラリーマンやっぱ3年やってるんですよ。うん、で、まあ、彼の個人的な意見ではあるんですけど、やっぱりその今、小説家で例えば直木賞、芥川賞って新人でもう18とかでドーンと出てきて、出てきちゃうはいいけど、その後やっぱりそのまま専業小説家みたいにいきなり若くしてなっちゃうと、やっぱり人間としての経験とか、さっき先生おっしゃったような、挫折とかいろんなのを踏んでないから、その後意外とやっぱりシュリンクしちゃうみたいな。だから、とてもそんなことある意味、社会、石の上にも3年だよみたいに言うような固い小説家の方じゃないんですけど、でもその方がやっぱり同じこと言ってて、だから今先生言ってたこととすごい重なるなってちょっと個人的に感じました。なんか、くぐり抜けた後に何か託してるものが、神が託してるものみたいなね。うん、くぐり抜けた後に神が託してくるものかな。うん、それが見えてくるじゃないかな。だから、うん、まあ、その時はわからないけど、僕たちや早川さんのように、それをくぐり抜けた人間には、なんかそれが見えるような感じですよね。言えるっていうように、僕は言えるような感じですよね。うん、くぐり抜けた時に、後になんか来るものを来た人がいいよっていう。そうですね。あとはそれこそなんか、まあまあ、無責任には言えないですけど、やっぱりその親としては、まあ僕もこの立場だったらすごい心配ですけど、やっぱり、そのご本人、息子さんご本人がなんかもう、決めるときは決めて出るかな、みたいなちょっと思うんですよね。うんうん。だからそこをやっぱり待てるか、信じられるかというか。中学を卒業したら無理に高校を進学させるのではなくて、っていう、言うけど、まあ、まあ、でもまあ、絵の学校に行かせるとか、みたいに、まあ、我々、こう、人間、コロナで分かるように、人間界から離れられないから、どんな生活するにしても、絵を描くにしても、まあ、人間の輪っていうものの大切さを、はい。ちょっと我慢して3年間学ばせた方がいいのではないかな。高校に行かせた方がいいな、とは僕思いますね。はい、ありがとうございます。さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を募集しております。詳しくは、北川八郎ホームページ、もしくはメールアドレス、北川アットマーク KIQTAS.JP、北川アットマーク KIQ、アルファベットの QTAS.JP までお寄せください。北川先生、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。